スターウォーズシリーズスターウォーズ登場人物一覧、アナキン・スカイ・ウォーカーアナキン・スカイ・ウォーカーは、アメリカ合衆国の SF 映画、スターウォーズシリーズに登場する架空の人物。エピソード1から3の主人公。ニックネームは、アニー。クワイガン人が、選ばれし、ものとして見出し、それに違わぬ非常に強いフォースを持っている。フォースを生み出すミディクロリアンも、 最強のジェダイマスターヨーダーを超える値を記録した。エピソード1から3では、老いたちとジェダイとなった、経意、成長してからの苦悩と葛藤から、シスの暗黒教ダース・ベーダーへと変貌した経緯が描かれ、エピソード4から6では、そのベーダーとして、成立した、銀河帝国の支配と恐怖の代言者としての活躍の、様子と、実の息子ルーク・スカイウォーカーとの会口から、 ダークサイドからライトサイドへと帰り咲くまでの経緯が描かれた。エピソード1では無自覚にフォースを用いた空間認識能力と動体視力を持って子供かつヒューマノイドながらにポッドレーサーとして比類なき才能をお見せ、それをフォースの力と見抜いたクワイガンにジェダイの騎士としてスカウトされ運命が大きく動き出すこととなった。エピソード2では 青年に成長したジェダイの騎士として登場。戦闘では経験不足と過信から不要意かつ未熟な面も見られたが、エピソード3ではクローン対戦での実戦経験を通じて腕を上げていった。師匠のオビワン家の帯やヨーダでさえ倒しきれなかったド竜ク・白爵を一人で倒したことからその実力が伺える。また、 9歳の時に部品を寄せ集めて C-3、PO を作れるほどメカニックに精通しており、宇宙戦闘機、宇宙戦闘の操縦の腕も超一流である。将軍としても有能で、奇策を用いて、集団を壊滅させるなど、その手腕は、クローン大戦によって、大いに発揮され、多数の功績を上げ、ジェダイナイトへの昇進を早めた。しかし、 善良で純粋な心を持っていると同時に、奴隷という抑圧された境遇にあったためか、生存への欲求や上昇思考も並外れており、これが強大な力を渇望する心へとつながっている。幼少時代から奴隷として過ごしてきたため、上から押さえつけられることを根っから嫌う旺盛な、反骨心を持つゆえに、 師匠のオビワンと意見が対立し反目することも少なくないだけでなく、得意な執事ゆえに協調性に難があり、集団行動が増えてで、独断先行に走ることも多々あった。フォースの資質の高さから将来を期待されつつも、激烈な気象から来る感情に振り回された、戦い方はオビワンだけでなくジェ代表議会の上層部からも危険視されていた。戦略に対する、 柔軟性や、分け隔てない、人間性など、あり余る才能や、優しさを持つ一方で、その激しい感情に駆られやすく冷静な判断が、取れないため、物事を請求に独力で解決しようとしたり、傲慢に陥りやすく、ダンスシリアスのような感知に長けたものに騙されやすい、要因になっている。そして愛しいものへの思い入れも激しい。 最大の理解者で最愛の母シミスカイウォーカーの危機を察知しつつもタスケンレーダーの手から救い出せずに、亡くしてからは二度と愛する者を失いたくないと、妻、パドメアミダラなどに対する執着というジェダイとして、致命的な弱点をさらに強めてしまった。マスターとなるには、年齢的に若かったこともあるが、精神的な、脆さや権限を悪用させないようにという理由で、 数多くの功績を挙げながらも、ジェダイマスターに昇進できず、ジェダイオーダーへの不満と、不信感を強めていく。その一方で親身に接してくれた、元老院議長パルパティーンに傾倒していき、妻、パドメの死を予知する夢を見てからさらなる力を求め、最終的に、ダンスシディアスの誘惑に屈して、ダークサイドに落ちてしまう。その際、 ダンスベーダーというシスとしての名を与えられ、シスの暗黒教としてジェダイ狩りにも加わる。火山の惑星、ムスタファーンに逃げていた、分離主義勢力のトップらも全員殺害。そこで追ってきたオビワンと対決し、死との末敗北し、溶岩流の付近に倒れたために、溶岩の熱により服に発火、全身を焼かれてしまい大やけどを負う。 火けどの治療に加え半身を生命維持装置である機械で補うことで一命を取り留めたが、ダースシリアスが期待していた自身やヨーダをも超えるほどの可能性を秘めたフォースの潜在能力は、戦傷と火けどにより生身の肉体の大半が失われたため、そのすべてを開花させることはできなくなってしまう。しかし、それを差し引いても、 以前他の騎士の追随を許さぬほどの実力を保持しており、そのため皇帝も新たな弟子を取ることもなく、自身の右腕として利用し、長きにわたり、生き残ったジェダイや帝国への反乱勢力の一層に、辣腕を振るうようになる。後に、息子のルーク・スカイウォーカーと出会い対決する。だが、パルパティーンのフォースの暗黒面の誘惑に屈しなかった姿を見、それに激怒した。 パルパティーンの電撃に苦しむルークの姿や良心を信じ続けたルークの叫びを聞き、再びジェダイとしての心を思い出し、パルパティーンを妖怪論に突き落とす。エピソード6の副題、ジェダイの帰還は、歴史の表舞台にジェダイが再び現れたことと、このアナキンの改心のことを意味している。エピソード1から6を通してみると、 伝統と規則で硬直化していた上に、大勢であったがゆえにライトサイドの力を薄く、伸ばしてしまい弱めていた、ジェダイ騎士団と、師匠と弟子の二人だけで、ダークサイドの力を巨大にしつつ、影で暗躍を続けていた、シスの両者を滅ぼした上で銀河に平和をもたらした、ことにより、フォースにバランスをもたらす存在という予言は成就された。自分を見出した。 クワイガン人が師匠となる予定であったが、クワイガンがダースモールに殺害されたため、クワイガンの弟子であったオビワン家のオビの弟子として、修行を開始する。クローン大戦の最中にパダワンを卒業して、ジェダイ騎士となった後、アソーカタノーで死に取る。オビワンが戦闘で、行方不明となった際には、キーコールアディムンディの指導を受けていた。一方、ダークサイドに転向後は、 ダンスシリアスに支持している。シスとしての指定関係ではないが、フォースの才能を持つ者を帝国人問官として鍛え、彼らをジェダイを抹殺できるだけの技量に引き上げている。アニメ版のスターウォーズクローン対戦では、スターウォーズエピソード2、クローンの攻撃から、スターウォーズエピソード3、シスの復讐の間に起こった事柄や戦いなどを取り扱っている。このシリーズ、 特にテレビ版の、スター・ウォーズ、クローン・ウォーズでは、映画版では、やや突然に見えた、アナキンの暗黒面への転向をより細かく、描写しており、仲間を救うためとはいえフォースを使って、捕虜を拷問し情報を引き出したり、感情に任せて行動したりするなどジェダイの騎士としては、問題のある行為を時折言っていることが明かされる。さらに自分が暗黒面に落ちる未来を見せられたことで、 暗黒面に落ちてしまった描写もある。また、自分の妻、パドメアミダラが、昔の恋人に迫られているのを目撃したときは、嫉妬の、あまり彼に襲いかかっており、パドメへの過剰な愛情、執着心を見せていた。戦争の終盤、彼の弟子やそう方のも、またジェダイ表議会への不信感が原因で、ジェダイ制度を去っており、アナキンのジェダイ表議会への不満も増大していた。 ジェダイマスターへの昇格条件の一つに、過去にパダワンをナイトに昇格させたことがあるがあり、麻生カは物語の終幕で、右与曲折を経て、評議会から謝罪と尊敬を持って、昇格を打診されたが、それを拒否して去った。しかし、戦争終結直前、マンダロアをダースモールから解放するために、麻生カはアナキンと第501大隊に接触。 アソーカに第501大隊の主要部隊を託し、アナキンはコルサンとの戦いに赴いた。また、映画版ではあまり見られなかった死や将軍としての姿が詳細に描かれており、弟子のアソーカとは兄弟のように喧嘩をしながらも互いを信頼し、時には迷いながらも死としてアソーカをジェダイの道に導いている。副官であるクローントルーパーキャプテンのレックスとは、 戦争を通して、共にいることが多く友人関係を築いている。麻生家が、ジェダイ制度を去るきっかけとなった事件では、誰もが麻生家を殺人犯として疑う中、アナキンとレックスの二人は、麻生家の無実を信じた。また、アナキンとパドメは関係者の中では、唯一、レックスにのみ自分たちが夫婦であることを自ら、打ち明けており、 彼らが夫婦としての時間を過ごすために、ジェダイ評議会や軍上層部に根回しをしたりや創家の監督役を引き受けることもあったほか、クローンウォーズファイナルシーズンでは、アナキンがパドメと通話している間、オビワンの足止めをするシーンが描かれている。ある任務ではレックスが、個人的執着を任務に抱いていることを、心配し、パドメに相談する場面が描かれ、 共に戦ってきた3年間を通してアナキンが危険な作戦を決行するときには常にレックスが隣に立ち支えていたことがアナキンとパドメの会話で語られている。そのためアナキンはレックスのことを真実を打ち明けられる数少ない理解者と感じており自身も評議会の命令に逆らってでもレックスのことを信じる場面が描かれている。パドメも アナキンを支えるレックスのことを信頼していた。戦争終盤、アソーカに第501大隊を託す際にアナキンはレックスをコマンダーに昇進させ、彼女を守るために同行させている。自身が指揮をする第501大隊のクローン兵のことを大事にしており、一時的に彼らを戦場に残してコルサントに帰還するように、最高議長から命令が下った時には反発のよう、 示した。また、第501代隊のクローン兵たちも、アナキンのことを信頼しており、自分たちを物の,のように扱うことがなく、共に最前線で戦うアナキンに、尊敬の念を抱いていた。また、戦場でジョークを交わしたり、エピソード1でのナブーの戦いについて、部下のクローンたちに話していたりと、互いに友好的な関係を築いている。オーダー66発令時には、 アソーカとレックスは、アナキンと別行動をとっていた。そして、アソーカとレックス、第501代隊の主要メンバーを乗せたクルーザーは、船内で起きた戦闘により破壊され墜落。公式の記録上は搭乗員全員が死亡したことになった。この事故は、ダース・ベーダーがアナキンだった時代に心を許せた数、少ない仲間たちをすべて失ったことを意味した。 戦争終結から数年後、ダースベーダーが墜落現場を訪れると、そこには、第501大隊のクローン兵たちの埋葬された、墓と、そこに備えられたように置かれたそうカタノのの、ライトセーバーがあった。ベーダーはこのライトセーバーを回収している。類いまれなフォースの持ち主だったアナキンは、ライトセーバーを用いた戦闘では、ジェダイ騎士団の中でも、 最強クラスの実力を身につけた。クローン対戦ではいかんなくその才覚を発揮し、戦争下での実戦は、アナキンの戦闘力をますます高めていった。対戦中盤には、エピソード2では全くかなわなかった、ドゥークー伯爵に被験するほどの実力に成長し、エピソード3では、体術も織り交ぜ、ドゥークー伯爵を見事打ち取るまでの実力を得た。 対戦末期の暗黒面に落ちた直後には本、シリーズでも最強と言われるほどの実力者となっていた。フォースを用いた攻撃では、フォースチョークを得意としており、ライトセーバー戦の最中や、犯罪者に対する尋問には、頻繁にフォースを利用していた。彼の力はもし五体満足のまま訓練を積み続けたなら、ジェダイやシスを超越する。 フォース使いの一族、ザワンズ再生魚下に収められるほどの存在になり得たと言われるほどである。一方で感情に流されすぎて冷静な判断力を失い、本来の力を発揮できなくなる場面も多く見受けられる。上述のエピソード2における、ドゥークー白尺との初戦では、直前に輸送艦から落下した、パドメの救出の是非についてオビワンと口論になり、 苛立っていたこともあって、最初から無謀な突撃を行ってしまった末に、ドゥークーのフォースライトニングをまともに受けて気絶してしまい、死を呆れさせている。その後オビワンが倒れた後のリターンマッチでは、冷静さを取り戻し、実力が及ばないながらもそれなりに渡り合っていた。また、エピソード3におけるオビワンとの決闘では、誤解によって妻や死への怒りと憎悪をたぎらせていた。 ことによる影響か、この時点で、フォースの強さは、当時の銀河では最強であったにもかかわらず、オビワンと同時に放った、フォースプッシュで引き分ける場面があり、冷静さを欠いたことに加えて、実力を十分に発揮できていなかったことが伺える。名前を与えられた時点で事実上、ダンスベーダーとなっており、口述の大やけどで瀕死の状態になり、 生命維持装置で体を包まれる意向のみが、ダースベーダーというわけではない。ありがとうございます。